車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はモンドショップ大阪でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは、あれ髪染めた、ちょっとグレーに染めて、岡店長です。はい、はいはい、店長になりましたというわけで、はい、車両販売の岡店長ですけども、はい、カスタマイズもバッキバキにやってますんで、やります、まあはい、カスタマイズした車両を購入というのもいいですし、購入した車両を、はい、まあ、カスタマイズというのも両方できちゃうということで、はい、なんで今回もそうです。あ、購入いただいて、はい、お車購入いただいてそのままカスタムしてです。というわけで、はい、こちらの車両を紹介していただきたいと思います、はい、で車がやってまいりました、はい、裏間 STO、 そうです。というわけで、もうノーマルからとんでもない車なんですけど、はい、これをいじっちゃってるわけですね。そうです、いじらずにはいられないお客様でして、重症患者のお客様ですね。そうですね、はい、現在治療中な感じですね。そうですね、多分感知はしないかもしれない本当ですか、はい、というわけで、はい、富士のイベントで展示させていただいて、はい、ちょろっとご紹介説明した、ご紹介させていただいたんですけども、はい、これ今回は完成形。そうですね、一応もう前なかったシートも交換しましたんで、じゃあ詳しくこちらを見ていきたいと思います、はい、まず、はい、どれがどんだけやってあるか分かりません、まずこちらの車、そのカーボンパーツがもうほぼついてなかったんですよ。あ、そうなの。そう、あ、そう言ってたね。なんか 一時期というか、一番初期ロットだけカーボンあって、そこからずっとカーボンつけれなかったんですよ。で最近、そのずっと納期、ま、いつになるか分かりませんって言われてたお客様たちのが、ちょっとカーボン付きで納車がされてますみたいな感じで、でカーボンがもうほぼなかったんですよ。この、まあ、ちょっとボンネットと、あと後ろのそのフィンぐらいしかなかったんですけど、まあお客様がないんだったら全部つければいいじゃんって言って、でアフターで、アフターで純正のカーボンパーツを全部取りました、はい。だからもうランボルギーニさんにないやつ全部くださいって言って全部頼みました。あ、そうなんだ、はい、じゃあ結構 STO といえど、はい、カーボンパーツがついてない個体も市場は多い。結構多いですね。そう、全部フルフルカーボンっていうのは僕も何台かしかまだ見たことなくて。あ、そうなんだ、はい、で今回みたいに後からやることもできるということ可能です、はい、でカーボンパーツが満載っていうのと、あとはなんか最初の状態がだいぶ変わってるって聞いたんですけど、はい、そうです。最初は黒にSTO のこう鱗みたいな、はい、わやわやみたいな、全部入ってたんですよ、ちゃんと黄色で。でもうお客さん脱線から全部剥がそうって言って、もう全部こうやって一枚一枚こうやって剥がして。え、それ個別のあれなの？あれ一枚一枚なんですよ。あ、そうなんだ。鱗を一枚一枚こうやって剥がしていって、であとここは黒だったかな、でもなんかラッピングとかなんかいろいろされてて、サイドもなんかその黄色を全部剥がして。じゃあ本来は黄色のアクセント入ってて、はい、そのグラフィックも入ってる車だったと。そうです、ドアにちゃんと STO って書いてたんですけど全部うるせえって言って剥がしたよ。で全部シンプル外装にしてカーボンパーツを組んだと、はい、そうです。カーボンパーツ、じゃあここと、はい、これ純正、ここも純正、はい、で、ここはもともとついてあったんですよ、はいはい、ここはついてて、ここのリップは全部純正に変えて、はいはい、で、まあ、ちょっとこのまま行っちゃうと、こっち行きますか、はい、でここは入ってたんですよ。あ、ここは入ってたんだ。ここは入ってました。でドアミラーはこれ本来STO で設定がないらしくて。あ、そうなんだ、はい、これはでこれ裏間用をつけてます。あ、裏間のカーボンミラー。そうなんだ、つくんだ。まあ裏間というか、これあんま言っていいのかあれなんですけど、アベンタと一緒です。あ、そうなの。ここはアベンタと一緒で、ここの下の付け根が違うんですよ。そうだから、この付け根だけはこれカーボンじゃないんですよ、ね、これ。そうなんだ、はい、別になんか STO だから特殊形状っていうわけでもなく、あ、っていうわけでもなく、はい、そのまま裏間用、もっと言ったらアベンタと共通だから、 そうそのまま流用できちゃう。流用ができます。はい、だからここもついてなかったんでこれつけて、でサイドスカートはちょっとボリュームが欲しかったんでこれノビテックです。あ、これやっぱりノビテックなんだ、はい、これ純正にしては随分ボリュームあるなと思ったの。そうそうそう、ノビテックなんで結構ボリューム出て、リアにこうダクトも入って、はい、結構デカめのダクトがつく、はい、これいいね。これ結構かっこいいんで、はい、なんか STO のエアロのこうボリュームにちゃんと合ってる。そうそうそう、なんかちょっとね、純正だとこう板みたいなのがカーボンになるだけやったんですよ、うん、でそれはちょっと寂しいなと思って、ちょっとボリュームを持たせたくて、まあ後で紹介するホイールとのつながりも出したかったんで、はい、
だからここはノビテック入れさせていただいて、なんかこれ純正こんなでかかったっけっていう主張の感じですけど、そうそうそう、一通りこうトータルで見ると本当にバランス取れてる感じ、はい、もう普通にあの上のシュノーケルとかとも、まあ、雰囲気も似てるんですよ。確かに、はい、そしてカーボンの質感もすごい似てるのよね。そうですね、もう折り目も、ランボなんで綾折りで合わせて作ってもらってるんで、で全部マットでこう統一されてるんで、はい、後付け感ほとんどなく、そうですね、もう全部サテンのカーボンで、はい、純正もグロスとサテンと選べるんで、はい、だからそこも全部頼んで、はい、合わせてあるということで、そうです。そしてカーボンパーツ先いきますか、はい、そうですね、はい、ちょっとグルッとこの辺とかは、ここは最初からこれ変えました。あ、これ変えたんだ。これも純正、これは確かノビテックです。あ、これノビテック、ここは純正確かないんですよ。へえ。ここノビテックに変えて、でこれは純正です。変えました。あ、変えたんだ、はい、これも変えました、はい、はあ、ここももともとマットブラックだったんで、これも変えて、でこの縦フィンはもともとついてました、これ、はいはい、でなんかダセラインは剥がしましたランボルギーニから怒られます、はい、怒られます、はい、すいませんそう、ここはもともとついてて、はい、で羽、はい、ウィング、これ変えました。え、これ変えたの。これもともとマットブラックでした。これ絶対高いよね。これやばいっす。3桁万円余裕でしょ。あ、余裕です、余裕です。これ2分割なんですよ、こっちとこっち。あ、そうなんだ、はい、で250万、150万本当にここに400万円が乗っかってるの、が乗っかってます、はい、はば、これはちょっとびっくりしたっす、はい、これ多分カーボンじゃない方も高いよね、多分もうの方も高いっす。でもそれはもう外して使ってる。そうそうそう、外して、はい、でさらにそこに400万円オンするという、はい、そうです。それやばいね、はい、だからこれももう全部変えて、で翼端板はカーボンないんですよ。あ、そうなんだ。そう、ここはもうマットブラックで、なるほど、はい、だからここも変えて、であとこのリアディフューザーももう全部変えました。え、これも後から変えたの。これも変えました。えぐ、はい、これ値段忘れたんですけど、これも多分3桁万円だよね。そう、この今回つけたカーボンパーツがトータルで1000万でした。本当に車買えますトータルで1000万しました。はあ、はあ、もちろんそれって新車でこうオプションで頼む時より割高だよね。高いです、高いです。新車のオーダーの時はその言ったら差し替えの金額じゃないですか。そうだよね、そうだよね。その純正オプションホイールと同じ感じ、うんうん、だから後で取ったんでびっくりしました。はあ、いやもうなんか頼んどいてよって言われて、分かりましたって言ったんですけど、さすがに電話しました。1000万くらいするんですけど大丈夫ですか。あ、もう仕方ないからいいよっていうことで本当に全部頼んだんですけど、だからこれが本当に納期が長かったです。もうそのランボが新車もカーボンが全然来ないって言ってる中で、僕がこう横からオーダーを入れちゃうわけなんで、うん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 、じゃあその新車に回すのかアフターに回すのかみたいな、うんうんうん、それでやっぱりこう結構待たされて、早く来たパーツもあるんですけど、ちなみに一番遅かったのはこれです。あ、そうなんだ、はい、しかもこれの外側、内側は早く来ました。へ、はい、だからこれは高かったです。なるほど、はい、じゃあ後からやろうと思えばこうやってフルフルでカーボンもできなくはないと。できなくはないですけど、ちょっとお財布と納期がこう、なるほど、ちゃんと合う人、ちょっと心構えをしといていただいて、これは今回ちょっと強烈でした。はい、はい、というわけで、もう、はい、フロントサイドリア全部好きなくカーボンパーツが、はい、もうほぼつけられるパーツは全部つけた感じですよね。もう全部つけてますね、はい、これは。でこんなカーボンのお化けになってる車にはめたホイール行きましょう。はい、そうです、行きましょう。こちらです。はい、じゃん、やってまいりました。 HRE、 はい、はい、HRE ロゴが、はい、カーボンリムでございます。入ってますね、はい、もうこれしかないなっていう。去年のオープンハウスの時に見た時に、あ、これ絶対その軽量モデルに合わすべきホイールやなと思って、でその中で、あ、じゃあ STO はそうだろうと、もうこれしかないっていう。そう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 。というわけで、はい、この HRE のカーボンリム特徴は、はい、他のアメタンメーカーだとダイマグって言って、そうですね、もともとカーボンリム、はい、いろいろ二輪なんかでも、はい、製造してるメーカーのものを流用というか、はいはい、パーツ供給してもらってカーボンリムでホイール作ってるんですけど、うん、HRE の場合だと自社でなんか企画して、はい、そうですね、まあ、製造してるのはなんかイギリスの会社らしいんですけど、はい、有名なカーボンの、はい、自社で全部設計してやってるみたいです、はい、だからカーボン目がまず違うんですよね。そう、この折り、繋いでるところがないんですよ。そうそうそう、だからどこで繋いでるのっていう。そうそうそう、そうなんですよ。一周どこにもない、本当に分かんなくて、その折り込みのやり方とかで違うんでしょうね。あとはこれフランジの形が全然違うの。ああ、そうですね、ダイマグと、ここ、ね、はい、ダイマグもっとこう丸くボリュームがある感じですけど、ここはね、こう分厚いですよね。そうで、ちゃんとこう HRE だと薄めに取ってあって、はい、そうですね、ここがちゃんとこうカールしてる感じで、はい、そしてあと強度がえぐいらしいです。あ、これはね、
でしかも HRA ってその TUF の規格を絶対通すじゃないですか。で今回オフセットがあの HRA から一応推奨オフセットもらったんですよ STO の、うん、で数字見て、うん、こんなんじゃダメだと思ってでこれ1から測り直したんです。あ、そうなんだ、はい、1から測定し直してオフセットこれだって頼んだんで、だからそのオフセットでちゃんと強度がいけるかっていう計算からスタートしたんで、めちゃくちゃ時間かかりました。だ当然オフセットが変わればそのタイヤにかかる効力が変わってくるんで、はい、全部やり直しということで、はい、だからもう全部やり直しで1からやってもらって、はでこの辛い位置が実現してるわけですね。そうです、カーボンリムなのに、はい、すごい、はい、そしてもうカーボンリムめちゃくちゃ剛性あるんで、はい、なんとこのピアスボルトがもうここしか止まってないんですよね、はい、そうそうそう、この部分だけお分かりいただけますでしょうか。はい、はい、ここはかあのないんですよね、ピアスボルトが何もないんですよ、この部分。これ HRE の人に聞いたんですけど、これで十分すぎるらしいです。あのチタンのボルトでこれ裏から止めてるんですけど、はいはいはい、もうリムの剛性がありすぎてよれないんで、もう最低限 の, その止める数で OK だっていう、はい、それから見た時になんかデザインなんかなって思ったんですけど、よく見たらここねえなって思って、そうだからよく見るとやべえやつなんで、ホイールが来た時に結構びっくりしたんですよ。だからリムも超軽量だし剛性もあるし、はいはい、ディスクももうこういう風に最低限でしかこう構成されてないんで、めちゃくちゃ軽いという。うでこれ、まあ、今回あの HX101 っていうデザインで、もともと STO ってあの何メートルか20-20やったかな、インチが。でフロント20のリア21インチなんですけど、あ、インチアップしてんだ、リアインチアップしました。でなるほど、フロントで1本 2.1 キロ軽いです。そんなに軽いの？1本 2.1 キロなんで、バネスタ重量でフロントだけで 4.2 キロ軽いんですよ。はでこの正直このサイズとかで、まあ、同じインチとはいえ、もともと STO って軽いんですよ。もともと超軽量だよね、 STO のホイールなのに、それより 2.1 キロ1本軽いん で, でリアはやっぱりインチアップしてタイヤも大きくなってるんで、リアは 900g 増なんです。あ、そうなんだ。でも 900g なんだ。そうそうそう、での増加だけで止めれたんで、だから俺箱届いた時に、まあお約束じゃないですけど、これホイール入ってるっていう、そうそうそう、めちゃくちゃ違うのと違うのじゃねえ、そうそうそう、はあ、本当にこれはこの STO だからこそちょっと入れたかったホイール。確かにもう究極モデルに合う究極のホイール、はい、そうでバネ下2キロ軽いってなってくると、はい、バネ下ってこうボディの重量の何倍分とかって言われるんで、はい、もうそれこそ10キロとか20キロぐらい違う感覚、はい、そうですね。だからもうあの中を軽量化するよりはまず足元を軽量した方が でもここまで軽くしようと思ったらやっぱり、ね、このぐらいのカーボンホイールとかじゃないとしんどい。というわけでこちらのカーボンリムが装着されていると、はい、もうでもこれしかないかなと。もうこれしかないです、はいはい、そしてあの最後にちょっと、はい、これちょっとやらしい話なんですけど、はい、大台超えるんですよね。そう、これホイールが1本フロントで確か108万プラス消費税、はい、でリアが118万、ですね、大抵のホイールは1本で1本分で4本買えると思います。あのだから4本でタイヤも入れるともう定価でいくと500万近い、はあ、まあタイヤも入れるとそうだね、はい、はあ、とんでもホイール、うん、ただちゃんと性能も伴ってるし、そうですね、うん、もうこれ以上ないのかなと、はい、でもリアルなそのドライカーボンってちゃんとその強度とか、うん、はい、まあ、軽さがあったりするんで、はい、やっぱり価格はどうしても高くなって、ああ、そうです。ただやっぱりこの辺の車に偽物のパーツとか、いや、そうそうそう、中途半端な車ってパーツってつけらんないんで、絶対カーボンラッピングとか僕やりたくない。絶対絶対ダメなんです。そうそうそう、もう分かった瞬間にがっかりされちゃう車になってくるんで、だったらもう全部ね。そしてこちらのフロントとリアはもう1インチ大きくなって、はい、少し根茎分もしてますかね。そうですね、こっちの方が、はいはい、ちょっと根茎分してて、で、まあ、あのディスクもボディに合わせてグロスブラックも思ったんですけど、ね、でもやっぱなんかちょっと今回は体育会系に若干振りたいなっていうところもあり、うんうんうん、あえてサテンにしたんで、はい、同じだからボディのこの黒でも、はい、この黒だったりサテンだったり、はい、このカーボンでちょっとグレーっぽくサテンだ、サテンというか半ツヤだったり、なんかその使い分けというか同色系を全部使ってるんですけど、非常に立体感があって、そう、はい、うまいなという感じ。ここサテンで、だからこっちのキャリパーここに塗ったんですよ。確かに確かに確かに。キャリパーは逆にこのマットにすると結局サテンと埋もれちゃうんで、うんうんうん、こっちはグロスにした。あ、なるほど。でこのロゴもこれランボルギーニってブレンボのこの CCMR、うん、でこのカーボンブレーキのロゴ初めて見たので、このロゴも作り直して、あ、そうなんだ、はい、
全部それも完全再現してる、はい、そこも全部入れさせてもらって。なるほど。ちなみにこれ車高は、車高はロベルタです。なるほど。なんでリフターで上がります。4輪で、こちらのお客様も面白いのが、結構いろんな車カスタマイズさせていただいて、で、まあ、そのアベンタの S だったり SVJ だったりで、まあ、AMG のブラックシリーズだったりいろいろカスタムさせていただいて、で、ブラックシリーズがリフターが純正でないんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。純正でリフターがなくて、でロベルタつけた方がいいですよ、うん、で今まではリフターついてたんですよね、純正で SVJ とか、うん、で、あ、ないんだったらつけようかって言ってつけたんですけど、うん、すっごい便利。なんで岡ちゃんこれ今まで言ってくれなかったの。いやいや言ってましたよって言って、もうこれから全部つけようって言って、この子もロベルタになって。そうなんだ。で SVJ も引き上げてきてロベルタ組んで、はい、そう、まあ、確かにロベルタだとこう前後つけたりもできるし、はい、そうなんですよ。動きも早いし、はい、リフト量も純正より全然あったりするんで、わざわざこう純正つけないでロベルタつけるっていう人も少なくないし、方もいらっしゃいますし、だから SVJ つけて、なんかいつも行ってるその温泉があって、なんかリフター上げてもちょっと擦ってたところがあったんですよ。もうロベルタ全然擦らなかった。あ、そうなんだ、はい、じゃあその辺悩んでる方は、はい、ぜひ岡店長に。そうですね、もうロベルタはご相談いただければ。一応関西の販売促進委員長なんで。あ、委員長なんだ、はい、じゃあ何でもご相談いただければ。定期的にオーダーを入れないとダメなんです、まあ、いろんな車種できると思います、はい、ぜひロベルタのご相談も岡店長、はい、こんな感じになっております。はい、じゃあ続いて内装の方、はい、内装は特にはカスタマイズは、そうですね、特にはしてないんですけど、トータルコーディネートということで、はい、まあ、あのシートを変えました。え、シート変えたの。はい、これ STO がこれオプションのシートなんですよ。はあ、標準バケットなんですよ。あ、そうなんだ。でバケットをそのご購入いただいた時に座って、あ、しんどいなって変えようって言って、まあ、バケットばっかりはね、合う合わないがあるからね。いや、そうなんですよ。でSTO のバケット僕も座ったんですけど、もう本当にあのアベンタの SV とか SVJ のバケットが、うんうん、あの可愛く思えるぐらいスパルタンなんですよ。あ、そうなんだ。そう、ウラカンの STO とペルフォのバケットはほんまにすごいです。へー、カーボンのシェルにアルカンターラ貼っただけぐらいな、うんうんうん、あ、そうなんだ。それぐらい結構スパルタンで、もうカートのシートみたいでしょ。あ、もうそんな感じです。へー、はい、だからこれ今回2脚ともセミバケスポーツシートってやつですかね、そっちのオプションのやつに変えて。これはじゃあ、はい、全部調整は手動。あ、調整手動です。真ん中とサイドとこの、はい、ここで後ろのぐるぐると。なるほど、はい、じゃあ別にその伝送的な改造も必要なく。そうですね、でも、はい、シートエアバッグの数が変わるんですよ。そっかそっかそっか、それでそこだけ、そう、コーディング最後ミラーで背内感、はい、ちゃんと純正のものなんでしっかりその辺も機能するように、はい、交換されているということで、これすごいね、好きないね、もう内外装全部、はい、全部やりました。なんでそう、室内にそのロベルタのスイッチもあるんで、もうパッと段差あってもすぐ押せますし、で、あとまあちょっと外装の時に言い忘れたんですけど、もうプロテクションもフルで。あ、そうだよね、はい、これはね、もう絶対必要だと思う。そう、これソリッドのブラックなんで。そうだよね、はい、メタリック入ってない。そうです、はい、だからなかなか。 あとこれも買いました。え、これもオプションなの。はい、ほら、はい、STO ってすごい。そう、これも買いました。へー、はい、本当に好きなくやってある感じですね、はい、もう全部全部やりましたね。あと中のエアコンの吹き出し口、うん、あれも全部変えました。え、これ元々じゃないの。これもオプションです。これも普通はマットブラックのやつなんですよ、うんうん、でそれも変えちゃいましたね、はい、もう全部後から交換した、はい、全部変えました、はい、こんな感じになっております、はい、続いてリフターの動き見てみたいと思います。お願いします。じゃあ最後になりますけれども、はい、僕からいいですか、はい、こんなにねカーボンリムのホイールがしっくりくる車は初めて見ました。もうあれやっぱホイールありきってなっちゃうじゃないですか。でもやっぱりそれに合わせれる車ってなると、やっぱこのクラスでちゃんとそこまで手を加えてないとなんか負けちゃう、うん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 、だからやっぱね、その統一感を出すにはっていうところで。だ、そうなの。車も、はい、車についてるオプションカーボンパーツも全然負けてない、はい、むしろなんかまとまりがめちゃくちゃいい。そう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 、そして内装までしっかりやってあるんで、はい、もう、こう傑作だなっていうふうに。これは
今まであの、まあ、ちょっとその具体的な数字は言えないですけど、僕が今までカスタムさせていただいたお車で一番お金がかかってるんですよ、はい、でもなんかその お金云々以上にその完成した時のまとまりが、うんうんうん、もうそれも一番出たなっていうのは、はい、だからその黄色のラインを剥がしたりとか、うん、キャリパーも黄色を塗ったりとか細かいところもそうなんですけど、やっぱりそのパーツとあの全体のバランスで見るとやっぱ間違いないなっていうのは本当になんか分かりやすいカスタムじゃなくて、車好きな人がこう飛びつきそうな、そうですね、クロート好みのカスタマイズがすごくいいなっていう風に感じました。いつもお任せなんで、あ、そうなんですよ、そうなんですよ、もうホイールどうしようとかじゃなくて、はい、いつももう全部お任せで、逆に緊張しちゃうねでも、まあ、その STO もまあ納車させていただいて、まあ、これからなんですけど、でまあ今そのブラックシリーズとかもあるんですけど、一応新車でオーダーもらったステラートもあるんですよ、でステ裏缶ステラートは、うん、なんかステラートってあの4駆のやつだよね。そう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 、4駆で車高上がってるやつ、車高上がってオーバーフェンダーついて鼻の穴ついてるやつ、そうそうそうであれももうお母ちゃん仕様俺の好きなの分かっとるから新車頼んできてよって新車の仕様から僕決めていいんかなみたいな。そうなんだ、そう、じゃあ今後そんなのもお楽しみにということで、これから出てくると思います、はい、ぜひぜひボンドチャンネル、はい、チャンネル登録していただいて、はい、まあ、引き続き見ていただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。